ガンツは1844年にブダにおいてガンツアー・ブラハームによりガンツシーとして設立された機械、電気製品、橋力製造の企業である。かつては自動車や航空機のエンジンの製造、造船なども活発に行っていた。ガンツの機関車、貨車工場が隣接する機械、鉄道工場のマーバグ社と1959年に合併して以来、 この事業部門は、ガンツ、マーバグの名前で営業していたが、1988年に、独立会社に再編されて、結果として、マーバグの名前は消滅した。1990年からガンツは、多くの子会社を保有する、持ち株会社となった。日本では、ガンズと読まれていたことがある。若い頃に、大工仕事と鋳造を学び、1841年に、 商売のためにペストへやってきた、水数までの工業の有力者、ガンツ・アー・ブラハームが1844年に、ブダで鉄工所として、ガンツ社を創立した。ガンツ &C 社は、当初、車輪や車軸、その他の関連製品など鉄道に関する製造で、知られるようになった。1848年革命に際しては、この鉄工所は重野法の生産を行った。 革命戦争後、ガンツは車輪の鋳造に関する技術の開発に取り組み、その成果で1855年に特許を取得した。多くの業績がこの特許に基づいている。ガンツ・アー・アブラハームは、後に機械工業の会社や電気技術と自動車製造の会社も設立した。ハンガリーで最初の自動車を製造したのもガンツであった。1885年にこの会社は、 ガンツ &CEO と解消した。電気工学の重要性をよく認識していた。ゼネラルマネージャーのアンドレアス・メフバルトは、ジッペルノースキー・カーロイに率いられた、電気工学部門を設立した。技術者のデイリーミク社、ブラーティ・オットーも、直流電気品やアーク等を生産する部門で、働いていた。1885年に、ジペルノースキー、デイリー、ブラーティの3人は共同で、 変圧器を開発し、特許を取得した。変圧器は、マイケル・ファラデーの電磁誘導の法則の発見以来、多くの技術者が改良を重ねてきたが、フランスのルシアン・ゴーラールとイングランドのジョン・ディクソン・ギブスが共同で1882年に、初めて交流送電網に利用できる実用的なものを開発した。ガンツでは、これのさらなる改良を行った。まず、 それまでの変圧器は電源に対して直列に接続されていたが、ガンツでの開発により初めて並列に接続されるようになり、安定した電圧を供給できるようになった。また、ゴーラールとギブスの変圧器では鉄心に隙間が空いていたが、ガンツで初めて完全に閉じた鉄心が使われて、効率が改善した。さらに、変圧器を意味するトランスフォーマーという言葉を考えたのもガンツである。 これは現在の変圧器とは逆の原理に基づいて作られていた。一時のコイルは非磁性体の芯に巻かれており、その周りに太い金属が置かれて磁性体の多いを形成していた。このガンツ製変圧器は世界中に販売され、これにより会社は交流技術の創始者としての地位を固めた。例えば、ローマへの電力供給はガンツの技術により水力発電と 高圧交流長距離送電の組み合わせで実現された。ジッペルノースキーは、その後、60の発電所の建設に参加し、ブダペスト工科経済大学の初代、電気工学教授となった。デイリーは、エレベーター用の交流モーターを開発し、後に、ウィーンの電化に協力した。ブラーティは生涯ガンツで働き、今日用いられている、誘導式電力計を1889年に、 発明し特許を取得した。また1903年にはターボ発電機を発明した。1887年にはレオバースドルファー機械工場を買収し、1938年まで保有していた。交流の誘導電動機は、クロアチア出身のセルビア人技術者、ニコラテスラが発明したが、アイデアは、 彼がブダペストで活動していた1881年から1882年にかけてのものであると言われている。ガンツは誘導電動機の重要性に着目し、感動、カールマーンにその開発をさせた。そして感動はその後交流誘導電動機による鉄道車両の電気駆動に取り組み始めた。1899年、ガンツは感動の式の下で参照。 交流3 0 0 0トでの列車運行のための 1.5km の試験線をアルトフェナードナウィンゼルに解説した。1900年頃にウィーナーノイシュタット近郊のベラースドルフ弾薬工場に発電所を建設したとき、契約には付属する工場への引き込み線を電化することが含まれていた。ここでは電圧は300から5 0 0ボルトもあれば十分であったが、 実験的に3000ボルトの設備を設置した。このようにして得られた経験は、後に、イタリアの路線の電化に生かされた。鉄道会社のレーテアドリアティカは1897年に、北、イタリアに、バルテリーナ線を電化するプロジェクトを入札にかけ、これをガンツが落札した。ガンツでの技術開発の成果を受けて、バルテリーナ線は1902年に、 世界で最初の高圧電化された本線級鉄道として開業した。ここでは、ガンツ製の3章を交流3 0 0 0 v 1 5 6ルツのシステムが用いられた。これは2章を架空線で、1章をレールで送るシステムであった。まず最初に4軸の母母車軸配置の電車と小型の機関車が何両か使われ、 1905年からガンツは3両の 1C1 車軸配置の三小交流機関車360型を製造した。このシステムは1902年から30年にわたって使用された。ガンツはこれにより鉄道車両の電気駆動の歴史においてパイオニアの一つとなり、後にガンツのブダペストにある電気工場は路面電車、トロリーバス、 本線電化用の電気設備の重要な製造者となった。第一次世界大戦後は、感動は炭素の商用交流を利用した電気鉄道システムを開発した。これにより特別な変電所を必要とすることなく、一般の電力網から直接送電を受けることができるようになった。感動は速度とトルクの関係を電気駆動に必要なものにするために、 相数と曲数を変化させる方式を選び、機関車の速度を制御する回転章変換機を開発した。そして、彼の名前やその感動駆動システムに名前を由来して、感動機関車と呼ばれることがある、ハンガリー国鉄のクラス V40 電気機関車など、電気機関車向けの技術を開発した。ガンツは1890年からフィューメの港にある、 ダヌビウス造船所で造船にも参入した。この造船所は今日でも5月3日造船所として残っている。第一次世界大戦中はガンツは軍用品も製造した。中でも特に関連会社のガンツフィアットはブダペストで多くのオーストリア・ハンガリー帝国軍の航空機が装備した直列6機等航空機用エンジンヒエロを製造した。 第一次世界大戦後は、機械工業や電気工業により深く関わって、いくことになった。兵器の製造は終了したが、この地域での橋や発電所の建設は続いたためである。1924年には、技術者のジェルジーエンドラッシュクと共同で、機関車及び機動車向けのディーゼルエンジンの開発が始まり、1928年から生産が開始された。これによりガンツは、 エンジンメーカーとしての市場での地位をさらに高めた。1929年にはこの方のエンジンが最初に外国へ輸出された。イエンドラシクはまた世界で最初のターボプロップエンジンを開発した。1939年にブダペストにあるガンツの工場で開発し、1942年に試験を行った。ラースロー・バルガが1940年に開発した。 双発偵察爆撃機 RME-1XH に搭載することが予定されていたが、これはキャンセルされた。第二次世界大戦では再びガンツは軍用品をハンガリー軍向けだけではなく、ドイツ国防軍向けにも製造し、その製造品中にはトラック、戦車、航空機用部品などが含まれ、有名なメッサーシミット BF-109 の部品も製造した。しかしながら、 ガンツの活動は軍用品の生産に限られなかった。戦争中の1943年から1944年にかけて2両のみであるが近代的で強力な外観がドイツの E18、E19 に似た車軸配置2度にのハンガリー国鉄 V44 クラス電気機関車を製造した。この機関車は2 9 4 0ットを出し最高速度は 時速 125km に達した。第二次世界大戦後に1953年には、ガンツイエンドラッシュク式鉄道車両用ディーゼルエンジンが改良され、生産された。1957年には、主に機械部品を担当したマバグ社と共同で、車軸配置 1COCO1 の大型電気式ディーゼル機関車 M601 クラスを原型機として生産した。 この機関車もまた少なくとも前面はドイツの E18 や E19 と似ていた。この機関車にはガンツ製2000馬力ディーゼルエンジンが搭載された。発電機、制御機、6つの電動機もまたガンツ製であった。1959年に主に輸出用のディーゼル機関車や機動車車両を製造していたガンツの機関車、 貨車工場は隣接するブダペストに存在したやはりハンガリーの重要な車両、機械、鉄道メーカーであるマーバグ社と合併した。マーバグはもともと蒸気機関車の重要なメーカーでガンツと機関車製造においてよく協力していたことから合併が提案されることになった。これ以降、この会社はガンツ、マーバグの名前で事業を行うことになった。ガンツが 元から創業していた鉄工所での生産は1964年まで継続された。その後この工場は閉鎖されたが、歴史的な建物はアントディ・ミューズムという名前の博物館になった。1982年から1983年にかけてガンツ・マーバグは1979年に発注されたニュージーランド鉄道の首都エウェリントンでの郊外輸送向け44両の クラス EM 電車と44両のクラス ET 付随車を納入した。これは現在でもトランツメトロにより運行されている。この注文は1948年に会社が国有化されて以来、東側諸国以外に輸出した最大の案件となった。1988年からガンツ、マーバグは再度独立企業となり、ここでマーバグという名前が消滅した。今日、 アブラハム・ガンツが創立した企業は、例えば、ガンツ・トランス・エレクトロや、協力製造部門などいくつかのグループに分かれて、存在している。1990年からガンツは、多くの子会社を持つ、持ち株会社となった。近年、ガンツ・トランス・エレクトロ・インターナショナルは、ポーランドのバス製造メーカーソラリスの近代的な、バス向けの伝送品の開発やブタペストでの組み立てで、知られている。 こうして製造された車両は、スウェーデンのランズクルーナやイタリアのローマなどでも使用されている。日本では1907から1909年にかけて、ガンツ社が設計した上機動車を、複数の鉄道事業者が輸入して使用したことが知られる。これらは、機関と駆動装置部分をハンガリーから輸入し、車体の製造は日本で行われた。液体式、編集電気式、 編集ガンツはトロリーバスの内伝送品とブダペストでの最終組み立てを担当している。マーバグハンガリー国鉄、ありがとうございます。